皆さんこんばんは。ワイワイニュース山崎です。今日は2020年の8月の28日金曜日ですね。時間が少し遅れまして、日本時間の夜9時42分ということで約40分ぐらい遅れました。申し訳ありません。今日のメインテーマですけど、このコメント欄にアップしましたように、最悪の国家権力犯罪者安倍晋三が体調不良で辞任したことは誠におめでたいことだと。今こそ日本の首相選びの2つのインチキを問題にしなければならないというのが今日のメインテーマです。今日のワイワイニュースライブは通算で、3069回ということで、現時点で、映像も音声も問題なく配信されているということで、今日も配信妨害がないことを祈ってますということです。ご案内していますように、来週月曜日から金曜までは放送がありません。私が、1週間の夏休みを取らせていただくということで、今日は夏休み前の最後の放送ということになります。ということで、今日の金曜日の放送ですね、第1部私の情報発信活動ということで、今お話ししましたように夏休みのお知らせということで、来週月曜日8月31日から金曜日9月4日まで夏休みを取りますので、放送はお休みさせていただくと。放送再開は9月7日月曜日の夜9時半ごろということですので、よろしくお願いしますということです。皆さんからのコメントですね。雪丸馬さん、フルーツバスケットプラス3点というやつですね。それからキララカットさん、コンティニューコイン K さん、コンティニューコインよろしくお願いします。キララカットさん、コンティニューコインが2枚ですね。それから土山純一さんですね、いつもありがとうございます。お茶バク10とコンティニューコイン2枚と。それから今日の放送の前のコメントですね。砂ずきんさん、 NHK 広島が1945年昭和20年にもし SNS があったならという企画で、根拠も示さず朝鮮人へのヘイトスイート、ツイートで IWJ、記者の取材にツイート削除の拒否と企画の年内続行を明言ということで、これは何の根拠もなくですね、この広島 NHK 広島が、敗戦直後ですけどね、1945年、敗戦直後に大阪駅から戦勝国朝鮮人が集団で列車に乗り込んできたというような、何の根拠も示さずに、そういう朝鮮人へのヘイトを煽るような文言をですね、何の注釈もなく掲げたということに対する批判が起こったんですね。でそれに対して削除しませんと、それから企画も年内続行しますということを明言したということですね。から歴史を歪める教科書はいらないと、大阪市も行く方者を不採用ということで、ここに来て行く方者の教科書不採用の自治体がかなり増えているということですね。東京都も不採用、それから横浜も不採用、大阪も不採用ということですね。それから砂ずきんさん、創価学会婦人部漫画大賞、婦人部編漫画大注目ということで、本沢二郎の日本の風景と。それから田中隆作ジャーナル、香港民主活動家台湾に向けボートで脱出図るも拘束と、身柄は大陸にということですね。から豪快安倍首相が G と、体調悪化職務困難、続行困難と、琉球新報、社説、石垣住民投票阻止を門前払い納得できないという、これもひどいですね。
いわゆる那覇地裁かなの裁判官が門前払いをしたと。石垣住民の住民投票の訴訟に対してですね、要するに石垣島に、自衛隊基地を作るか否かに関して住民投票を義務付けるということにを訴えたわけですね。それに対して那覇地裁が門前払いをしたと、まあ、裁判長の名前出てましたけどね、もうとんでもないですよね。要するに最高裁事務総局の方にしか目を向けない、向けないひらめ裁判官がもう充満してるってことですよ。それから砂月さん、今野春隆さんに問いたと。コロナ危機で労働の現場では何が起きているのかと。非正規労働雇用者の雇用と生活を守るためにということですね。はい。から翔さん、コンティニューコイン、残暑厳しいながらありがとうございますということで、残暑はまだ続き、今日はなんか雨が降って寒いぐらいでしたけどね、こちらは。それからチューチューさん、お茶爆天と、今日はおめでたい日です。そうですね、おめでたい、久しぶりですね。もう8年ぶりにおめでたいニュースが飛び込んできたと。今までのこの8年間安倍政権が2012年12月に発足以来、ろくでもないニュースしか来てなかったんですね。ですから8年ぶりのおめでたい、嬉しいニュースということですね。浮丸丸さん、あ、これは読みましたね。ということで今日のメインテーマはその件に関してです。で、第1部は私の情報発信活動ということで、今日のお知らせ、夏休みのお知らせしましたね。それから昨日のメイン放送のメインテーマ続き、私は日本の憲法学者に日本国憲法に関する10の質問をしたいと思うと、ナンバー2ということで、これを YouTube 向けの表紙にこのようにしていただきました。これは日本の憲法学者が一切、言及しない、いわゆる日本国憲法全文の前にですね、上諭という戦前の明治大日本帝国憲法下で天皇が全てをの 権限を持ってた時代の天皇が法律とか勅諭とか命令とか等々を発する場合の冒頭に記する天皇の言葉なんですね。上諭って言うんですね。お上が下々に諭すと、こういうものがあるんですよ。このことを日本の憲法学者は一切、取り上げないと。だから国民は知らないですね。で、この条諭によって日本国憲法は陳が採火したとこういうふうになってるんで、そうすると日本国憲法の第4条の、規定で天皇の国政行為は禁止すると。憲法の裁可っていうのは最大の国政行為そのものですよね。国政行為が禁止されている憲法をなんで、天皇が禁止された国政行為そのもののこのような上諭という形で日本国憲法を認めたのかというものすごい自己矛盾してるわけですよね、これね。日本国憲法っていうのはその生まれが怪しいわけですよ。まあ、ドイツの基本法っていうのはワイマル憲法、あるいはナチスドイツ政権下でできた全ての法律を全て廃棄するという前提でゼロから始まってるんですよね。でも日本の場合は大日本帝国憲法の第73条にある憲法改正の条項に従って
大日本帝国憲法を改正したものが日本国憲法であるという体裁を取ってますんで、自己矛盾してるんですよね。まあこのことをなぜ日本の憲法学者は一切言わないのということがメインテーマでしたけどね、ということです。そして現時点での視聴者数ですけど、ツイキャスが284名、 YouTube が75って少ないですね、359ということです。そして、昨日の放送のメインテーマを過失訂正して今日ブログ記事として配信したということで、URL ですね。あ、それであれですね、あ、これ言わなくちゃいけないんですけど、放送のメインテーマの時に取り上げなかったんですけど、今朝のブログ記事の中で追加過失した部分があるんですね。それは何かというと、いわゆる、進歩派の護憲派の憲法学者として、まあ、有名な木村壮太、都立大の憲法学の教授に、聞きたいと、ぜひ聞きたいとこういう一文を解説したんですね。それはなぜかというと、彼が3年前ですかね、朝日テレビの報道ステーションの中で、フリップを使ってですね、憲法第7条の第3項に、天皇は衆議院を解散するという規定があるんで、日本の内閣総理大臣は、衆議院の解散権を持ってますよというとんでもない解釈を彼の自説として解説してたんですね。で、まあ、昨日取り上げたように憲法第7条の天皇の国事行為の中に全部10個あるんですけど、その第2と第3だけが国政行為の文言に巧妙にすり替えられていると。それはもうマッカーサーが意図的にやったんですね。そのことを一切、無視して、マッカーサーのいわゆる暴力的な文言の差し替えのことを一切無視して、彼は憲法にこう書かれてるから自民党が内閣総理大臣が衆議院を解散する権利があるんですよと、権限があるんですよという歴代自民党が言ってるように、衆議院の解散権は首相の専権事項であるということを彼は憲法学者として容認してるんですよね。とんでもない間違いを彼はしてるんですけど、私が過失した部分は木村壮太さんよと、このようなことをあなたは3年前のテレビで、説明して、全く間違った説明をしてるんですけど、今でも同じような見解なんですかということを、まあ、問いただす一文を付け加えたということなんでね。とんでもないんですよ、彼は。何が護憲派憲法学者だと。皆さん、まあ、平和護憲運動の市民運動家たちは彼を絶賛してますけど、全く間違ってるんですよ。自民党のある意味では別動隊ですよね。用心しないといけないという一文を昨日付け加えたということですね。それと、私のブログサイト杉並からの情報発信ですの昨日段階の訪問者数、 IP アドレスが831と、ページビューが2532と、こういうことになってます。夏休みのお知らせの部分をアップしますね。88文字しかないからすぐ埋まっちゃうんですよね。140元に戻してくれと。
モイ株式会社と88になっちゃったんですからね、突然で。第2部、私の主張ですね。今日のメインテーマ、最悪の国家権力犯罪者安倍晋三が体調不良で首相を辞任したことは誠におめでたいことだと。しかし日本の首相選びの2つのインチキを今こそ問題にしなければならないと。これが今日のメインテーマですね。このことを指摘し批判する人が誰もいないので、私はここで取り上げることにするということで、第1のインチキとは、2つのインチキがあるって言ってるんですね。で、第1のインチキとは何かと。それは日本の地方自治体の行政トップは有権者が直接選挙で選んでいるのに対して、首相、中央政府の首相は国民が選挙で直接選べないと。なぜなのかという素朴な疑問なんですね。で、日本には全部で1471の地方自治体があるんですけど、すべての地方自治体のトップが何らかの理由で辞任した場合は、次の自治体トップっていうのは住民による直接選挙で選ばれることになっていると。これはもう常識なんですよね。で、すなわち日本の地方自治体の行政トップは直接有権者が選挙で選ぶ大統領選になってるんですよね。で、日本の地方自治体の行政トップを選ぶ制度は、自治体の議会の過半数の議席を占める政党の代表者が行政のトップに選ばれるという議員内閣制ではないんですね。大統領制なんですよ。それが当たり前です。しかしながら、日本の中央政府のトップである首相を選ぶ時だけは、なぜか日本国憲法第67条1項、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名するとの規定によって、総選挙で衆議院の過半数の議席を獲得した政党の代表者が首相に就任するという議員内閣制になっているんですね。だから1471の全ての地方議会の行政トップっていうのは大統領制で、直接住民が選挙で選ぶというのが常識になってるんですけど、なぜか中央政府のトップ、行政トップ、首相だけはですね、間接選挙になってるんですね。衆議院の国会議員が選ぶと、憲法第67条の第1項にそう書いてあるんですよ。すなわち日本の中央政府のトップ、首相だけは国民が直接選挙で選ぶのではなく、国会議員が選ぶ間接選挙で決められていると。このことを誰も指摘しないですよね。憲法学者も言わないでしょ。で、第一のこのインチキを仕掛けたのは誰なのかと、これはもう明白ですよ。日本国憲法を規範制定した、戦後日本を軍事占領した米国支配階級の代理人 GHQ 司令官マッカーサーなんですね。で、彼は戦後日本を半永久的に米国の植民地にするために、さまざまな仕掛けを自ら起案し制定した日本国憲法の中に埋め込んだんですよ。で、その目的は何かというと、米国支配階級の傀儡政党である自民党が常に総選挙で勝利するようにすると。その仕掛けっていうのは憲法第7条のさっき言いましたように2項と3項、天皇の国事行為の 条文の中に、第2項国会を召集する、第3項衆議院を解散するという、国政行為の文言にすり替えちゃったということで、根拠を与えたわけですよね。内閣総理大臣に衆議院の解散権の根拠を与えたと。から2つ目、衆議院の過半数の議席を占める自民党の代表者が常に首相になるようにすると。これが今日取り上げた憲法第67条の1項、議員内閣制なんですね。から3つ目、これは完全に
憲法上規定がないにもかかわらず内閣に法案の起案と国会提出の職務を与えたと、こういう仕掛けをしたということなんですね。これが第一のインチキで、第二のインチキとは何かと、それは自民党総裁選には公職選挙法が適用されないという、買収など何でも許されるインチキ選挙であるということなんですね。で、年間170億円もの政党助成金を支給されている公の党ですよね、自民党が。実質的には次期首相を選ぶ自民党総裁選には私的な政党の内部選挙であるとの理由で公職選挙法が適用されてないと。これも誰も指摘しないですよね。すなわち自民党総裁選は買収であろうが利益誘導であろうが恫喝であろうが暴力沙汰であろうが何でもありのインチキ選挙なんだと。第一と第二のインチキなんですね。で、今の日本に存在しない三権分立の原則を確立するためには、首相それと最高裁長官と最高裁判事を国民が直接選挙で選ぶ公選制が絶対必要なんだと。そのためには日本に市民革命が絶対不可欠なんだと、そういう結論なんですね。今日のメインテーマはそういうことです。だから安倍が体調不良で辞任したということで、めでたいめでたいと、そこで止まっちゃダメなんですよね。だからメディア等々は当然ながら自民党総裁選があって、自民党総裁選の中で選ばれた自民党の総裁が次期首相になるっていうことを前提にして、そのこと自体が問題であるという指摘は一切しないでですね、既成事実としてメディアは報道してるんですね。そうじゃないんですよ。これこそインチキなんですよ。2つのインチキがあると。要するに地方自治体の行政トップが大統領制で直接住民が選んだのに対して、中央政府のトップ首相だけがですね、衆議院の議席の過半数を獲得している政党の代表者が自動的に選ばれるという議員内閣制の間接選挙であると。これ一国二制度なんですね。これね、一国二制度の矛盾を誰も指摘しないと、学者、憲法学者、政治学者、あるいは野党の議員、メディア、言論人、オピニオンリーダー、あるいは市民運動家、誰も指摘しないんですね、これね。というのが今日のメインテーマです。ポイントだけ、今日のメインテーマ、最悪の国家権力犯罪者安倍晋三、彼の国家権力犯罪のさまざまな、この8年間彼が犯してきた、彼と自公ファシスト政権が犯してきた国家権力犯罪の総括というのはちゃんとしなくちゃいけないんですけど、その前にですね、この日本の地方政府のトップ首相を選ぶシステムが全くのインチキであるということをまず、取り上げないとどうしようもないんですよね。誰も言わないから。で、そのことを批判し、指摘する人が誰もいないので、私がここで取り上げるということで、第一のインチキとは何かと。これは一国二制度なんですよ。で、それは日本の地方自治体の行政トップは有権者が直接選挙で、選んでいるのに、なぜか首相は国民が選挙で直接選べないという素朴な疑問と、そういうことですね。そのことを疑問に思っている人すらもほとんどいないと。誰もいないんじゃないですかね。
で日本には全部で1470の地方自治体があるが、地方自治体のトップが何らかの理由で辞任した場合、次の自治体トップは住民による直接選挙で選ばれることになっていると。これはもう常識なんですね。みんなが納得して次はいわゆる知事選挙だと、あるいは村長選挙だと、あるいは県知事選挙だというふうに思うわけですけど、首相の次期首相を選ぶのはなぜか選挙じゃないんですよね。間接選挙なんですよ。国会議員が選ぶんですよ。衆議院。すなわち日本の地方自治体の行政トップは直接有権者が選挙で選ぶ大統領選になってるんですね。ですなわち、議員内閣制ではないと。いわゆる各地方自治体の議会の過半数を占めている政党のトップが地方自治体のトップになるという議員内閣制ではないんですよね。大統領制なんですよね。しかるに、しかしながらなぜか日本の中央政府のトップ首相選びだけは日本国憲法第6条の第1項、内閣総理大臣は国会議員の中から国会の議決でこれを指名するの規定により、こういう規定があるんですよ。これはもう GHQ マッカーサーでしょ。モデルはイギリスですよ。イギリスのいわゆる王政と日本の天皇制を同じにして、王政か天皇制かで議会とどういうふうに役割分担するかということで議員内閣制を採用したんですよね。アメリカだったら大統領制ですよね。で総選挙で衆議院の過半数の議席を獲得した政党の代表者は首相に就任するという議員内閣制で選ばれていると。日本の首相だけがなぜか。一国二制度ですよ。ですなわち日本の中央政府のトップ首相だけは国民が直接選挙で選ぶのではなく、国会議員が選ぶ間接選挙で決められていると。これおかしいんじゃないということですよね。これが第一のインチキ。それから第二のインチキ。第二のインチキを仕掛けたのは、第一のインチキを仕掛けたのは誰かと。それは戦後、敗戦後日本を軍事占領した米国支配階級の代理人 GHQ 司令官マッカーサーであると。これはもう明白ですよ。彼が日本憲法を起案し制定したんですからね。でマッカーサーは何をしたかと。彼は戦後日本を半永久的に米国の植民地にするためにさまざまな仕掛けを自ら起案し制定した日本国憲法の中に埋め込んだということですよね。表向きは世界に冠たる民主的近代的な日本国憲法という体裁を持ってますけど、実は巧妙にその中にそれを破壊するような自らの利益を確保するための仕掛けを巧妙に埋め込んだということですね。その目的は米国支配階級の傀儡政党である自民党が常に総選挙で勝利すると。この仕掛けっていうのは憲法第7条の2項3項で
首相に国会の召集権と、から参考で衆議院の解散権を与えたということですよね。それも天皇の国事行為の名のもとにということですね。まあ、あからさまなんですよね。で、二つ目、衆議院の過半数をの議席を占める自民党の代表者が常に首相になると。これは憲法第67条1項の議員内閣制によって自民党の代表者が常に首相に就任するという仕組みなんですね。議員内閣制は大統領制はないと。から3番目、内閣に、法案の、起案とそれから国会の提出の職務を与えると。これは憲法上一切、憲法第73条の議会の職務の7つの中に一切書いてないんですよね。予算の作成は書いてあるんですけど、法案の起案とか国会の提出の職務は書いてない。憲法に書いてないことを内閣法で勝手に自民党が個別法を作ってでっち上げて、法律化しちゃってるということですよね。ということです。それで第二のインチキは何かと、これは総裁選ですよ。自民党総裁選、第二のインチキとは何か。それは自民党総裁選では公職選挙法が適用されないと。買収など何でも許されるインチキ選挙であるということですね。で、年間170億円もの政党助成金を支給されている公の党自民党が実質的に次期首相を選ぶ自民党総裁選には私的な政党の内部選挙であるとの理由で公職選挙法は適用されないと。まか不思議なことが起こってますね。ああ、なんだ。すなわち自民党総裁選は買収だろうが利益誘導だろうが恫喝だろうが殺人だろうが何でもありのインチキ選挙なんですよ。何でも許されると。そんな何でもありの自民党総裁選挙から次期首相が登場するというとてもないことが日本では起こっているということですね。で、今の日本に存在しない三権分立の原則を確立するためには首相、それから最高裁長官と最高裁判事を国民が直接選挙で選ぶ公選制が絶対必要だと。そのために日本には市民革命が必要なんだと。結局そうなんです。市民革命、を起こさないとこういうことが実現できないんですよね。ああ。ということです。砂漬けにさらに憲法には影の幕府日米合同委員会については一人、あ、そうですね、影の内閣ですよね、これね。実質的にはそこで決まっちゃってるとこういうことですね。それからそうですね、これが今日のメインテーマです。砂ズキンさんから初めてご覧の方へということで、1と2が今あるんですね。最初、山崎氏のキャスは一言一行コメントが手段らし行為があってから禁止と。このキャスの目的は
情報の拡散共有ご賛同ならツイッター連携で拡散共有お願いしますと。から2、このキャスは土日を除きウィークデーで、祝日を含み毎日放送と。水曜日は隔週で英語とフランス語と日本語の2カ国語で放送してますと。過去動画は YouTube でご覧になれますということです。ということで今日のメインテーマはそういうことでした。だから高専制なんですよ、首相大統領制が必要なんですよ。それと最高裁長官と最高裁判事は高専制と。あんなインチキな国民審査なんていう全くインチですね。あれ用紙にですねバッテンをつけてくださいと。バッテンじゃなくて本来だったら信任のために丸をつけてくださいということでしょ。丸をつけてくださいというふうに変えれば全員が落ちるでしょうね。信任されないでしょ。おそらく 10% とか 20% ぐらいしか信任されないんじゃないですか、全裁判官。だそれが分かってるからバッテンだけ書いてくださいというふうに言ってるんですよね。非常に巧妙ですよね、この辺もね。ということで第3部今日の推奨本ということでこの間ずっと読んでます。女帝小池百合子ということで、石井妙子さんですね。それから新天皇の時代は世界大崩壊の時代となるという鈴木恵子さん。これで、女帝の方はですね第37回第5章大臣の椅子クールビーズと。彼女の像なんですね、これね。クールビーズ環境大臣の時、これ読みますね。小池にとって水俣問題は関心の持てない自閉だったのだろうと。それは環境省にとって、好都合だったはずだと。代わりに彼女好みの餌を与えられていた、それがクールビーズであると。夏の薄着の推奨はオイルショック以降自民党が課題としてきたことであり、大平正芳内閣では省エネルックの名で宣伝されたと。小泉政権でもこの流れを露出したが、これに小池が飛びついたのだと。省エネルックに代わって彼女は得意の公募で名称を募集するとクールビーズという言葉を選び出し、記者会見をわざわざ開くとボードを持って説明したと。ネクタイをしない薄着姿をクールビーズとして推奨していくと。小池は自ら環境省の広告モデルを引き受け、ミニスカートにハイヒールで、スーツに浅く腰掛ける得意のポーズを取ったと。それは6月1日の新聞各紙に全面広告として掲載されたと。クールビズかに名を借りた小池百合子の広告であったと。愛知県で開催されていた愛地球博では環境省主催でクールビズコレクションと名打ったファッションショーが行われたと。わざわざ自らファッションモデルをしてくださいとトヨタ自動車会長で経団連会長の豊田博士やオリックス会長の宮内義彦らに連絡を入れたと。彼らもまた危機として応じたと。相手の虚栄心をくすぐる負担のない頼み事は人間関係を密にする一種の方法であることをもちろん彼女は知っていたと。彼らが当日モデルとして着用するスーツの採寸にまで小池はわざわざ付き合い、それをまたマスコミに取材させたと。こうして国の税金を使ったファッションショーが開かれ、奥田や星野仙一らがランウェイをモデルとしてカップしたと。会場には小池の兵庫6区講演会の人たちが招かれたと。その後も環境省の講演で各デパートではクールビズファッションショーが行われたと。ナバタ病の救済には使われぬ税金はこうしたものに流れていったと。小池は現在に至るまでクールビズの発案者だと胸を張り続けていると。
と百合の柄の浴衣を着て丸の内で打ち水をするパフォーマンス、レジ袋を使わずに買い物をするように風呂敷を使おうと推奨し、小池がオリジナルにデザインした風呂敷がメディアで宣伝されたと。風呂敷展覧会を主催して予算を使う。エネルギー政策では二酸化炭素を排出しない原発を国エネルギーだと主張したと。あと2ページかな。でだが小池がクールビーズに夢中になっていたまさに2005年6月、大変な公害問題が持ち上がると。大手機械メーカー久保田の尼崎にあった旧神崎工場の従業員が周辺住民が次々と中皮腫や肺がんで亡くなっていることが発覚。工場が扱っていたアスベストが原因であると毎日新聞が6月29日に報じ、久保田も事実を認めて謝罪したのだと。アスベストは別名石綿という石綿、繊維状の鉱石で、セメントや砂と混ぜると安価で熱に強い建設材料となるため、夢の資材として広く日本全国で使われてきた。だが吸い込むと胸膜が癌化する中皮腫や肺がんになってしまうと。他の先進国で使用が規制されても、日本では経済成長が優先され長く野放しにされたという経過があったと。国会では野党からなぜもっと早く禁止しなかったのかと責任を追及され、中川翔一経産大臣、野田博之官房長官、尾辻秀久厚労大臣が非を認めて謝罪した。だが小泉政権は救済を考えるとしながら具体的な策を早急に講じようとしなかったと。なぜならばちょうど小泉が政治生命をかけて取り組む郵政民営化法案をめぐる攻防も最高潮を迎えていたからであると。私に抵抗する人、それはすべて抵抗勢力だと小泉は叫び、国会は白熱していたと。人々は郵政民営化の意味を深く考えることなく力強い首相の言葉に酔ったと。長引く不況で給料は上がらないと。何十年も勤めた会社からある日突然リストラされる。終身雇用制度が揺らぎ、人々の間では不安感が増していたと。安定しているように見える公務員は格好の憎しみのターゲットとなったと。小泉から信頼され、郵政民営化を含む経済政策を一任されていたのが慶応大学教授の竹中平蔵だったと。市場における競争においてのみ経済は成長する。だから政府ができる限り、規制を取り払い自由な経済活動に任せるべきであると。構造改革は痛みを伴うが、それに耐えて乗り切ればあとは経済成長が待っていると。医療、介護、福祉、教育分野が規制緩和を広げて民間に競争原理を広げればいい。それが竹中の主張だったと。佐々木実の著作市場と権力改革は、改革に疲れた経済学者の肖像にはこの竹中の生い立ちや経歴が詳しく書かれていると。竹中は1951年生まれ、小池と同世代であると。出身は和歌山県で、履物店を営む父が、夜遅くまで働く姿を見て育ったという。決して裕福な環境にはなかったが、一橋大学経済学部に進学。彼もまた英語の習得に熱中し、アメリカに留学したいと強く願い夢を叶えたと。激しい野心と上昇志向を持ち、年上の有力者の懐に飛び込む。論文には盗作の噂がつきまとうと。彼もまた小池同様、学歴、留学経験、英語力を武器にして雲の糸を必死でつかみ登っていった人であると。似てるよね。政界では小泉総理、財界ではオリックス会長の宮内義彦らから信任を得た点も共通すると。両者に共通。なるほど、ここまでですね。で、休み明けの9月7日の月曜日に読むところ、38回目郵政解散、東京10区から立候補と。ここを次回読みます。
竹中と似てるよね、彼女ね、そっくりですね、上昇志向だから、自分の目的を達成するためには嘘をつこうが人を裏切るようが何でもいいと。それから権力志向が強いから、その時々の権力者にすり寄る、それがうまいんですね。から次、鈴木恵子さんの本ですね。今日は第57回、毛沢東は欧州ロシア時計の手先であると、ここを読みます。結構長いですね、3ページ。219ページの図表を見てほしいと。中国は地球支配階級に操縦される国家である。3、中国は中華人民共和国の時代であると。1949年、中華人民共和国が成立すると。本章の冒頭では、毛沢東の背後にはユダヤ国際金融資本家が存在したと述べたと。真面目な日本国民はまさかと言うかもしれないが、そうではないのだと。欧州ロシア時計の動きを追跡するある書物には次のような記載があると。1949年10月1日、毛沢東が天安門広場で中華人民共和国の建国を宣言する。毛沢東はロシアに共産主義を生み出したロシアドから資金提供を受け、ロシアドの代理人に捜査されていたと。その代理人とは元アメリカ財務省の役人でソビエトのスパイだったソロモン・アドラー。ロシアで革命を扇動しようとして皇帝に投獄されたユダヤ人ボルシェビキの息子イスラエル・エプスタイン、そしてロシア時計が所有している国際通貨基金 IMF の理事フランク・コーであると。ユダヤ・ロシア時計世界冷酷年配支配年表アンドリュー・ヒチコック成功処方。これは一時期あれですね、朗読してましたよね。すごい分厚い本ですよね、これね。で、毛沢東の正体とは何なのかと、ここでは次のようにまとめておくと。毛沢東1、欧州ロシア時計から資金提供を受けていたと。ここから毛沢東2、欧州ロシア時計の代理人に操作されていたと。毛沢東は欧州ロシア時計の手先なのだと。ついでに言えば、中国共産党に叩き潰された中華民国台湾の蒋介石主席の背後にも欧州ロシア時計が存在したと。蒋介石と妻の宋美齢、いずれも秘密結社フリーメイソンのメンバーだったと。これですね。で、アヘン戦争以降、中国大陸には無知蒙昧が大集結していたと。そんな悪魔的世界中国に大日本帝国が介入したと。そして大東亜戦争で大日本帝国は崩壊し壊滅したと。本書の立場から言うならば、大日本帝国などは愚者の帝国と言うしかないと。話を戻すと、本書ではマルクス共産主義の背後に欧州ロシア時計が存在することを述べた。読者は明確に想起せよと。資本主義は黒い貴族が作り出したものだと。第3章、共産主義は欧州ロシア時計が作り出したものであると。第5章、なぜ彼らは共産主義を作り出したのか。それは共産党による人民支配のためであると。本来ならば自分らが人民を支配すればよいのだが、彼らは常に表に出ることは好まないと。この世で表に出るということは、言い換えれば矢面に立つということであると。自分らが矢面に立って問題が発生すれば、人民は自分らに歯向かってくると。彼らはそんな面倒くさいことはしないのだと。彼らの立場からは、矢面に立つのは手先であり、手先でよいと。自分らは手先を操るだけであると。問題が発生しても手先が殺されればよいと。あるいは自分らが手先を殺せばよい、それで全ては解決するのだと。先には日本資本主義は黒い貴族が作り出したものだが、共産主義は欧州ロシア時計が作り出したものだと述べた。これに絡めて述べておくと、原点は右の通りだが、現代世界では欧州ロシア時計は資本主義も共産主義も支配している。それは何のためなのかと。端的には世界を2つの勢力に分断して自分らが背後から操るためだと。
戦後東西冷戦は彼らの戦略だったと。地球人民は東西に分かれていた、戦ったと。それで彼らは世界中に闘争の種、外交問題プラス軍事問題プラス経済問題プラス宗教問題プラスその他を撒いていくと。地球人民は彼らの手のひらの上で闘争を繰り返すだけであると。非常に当たってますよね。それでこの表ですね、中国は地球支配階級に操縦される国家である。3、1949年、中華人民共和国が成立すると。毛沢東中華人民政府主席に就任と。1950年朝鮮戦争に参戦。51年人民解放軍チベットに進駐。56年チベット動乱発生。57年反右派闘争開始。58年大躍進政策開始。59年チベット人と人民解放軍が衝突。ダライラマ14世はインドへ亡命と。から60年大躍進政策終結。61年中ソ対立、中ソ関係が決裂。62年中印国境紛争勃発。64年初の原爆実験。66年文化大革命開始。李承基主席、鄧小平らが失脚。69年中ソ国境紛争勃発。この文化大革命っていうのは、ね、毛沢東のクーデターだったんですよね。李承基とそれから鄧小平ら改革派を紅衛兵を使ってクーデターを起こして追放したというのが文化大革命ですよ。66年。で69年中ソ国境紛争勃発。71年国際連合総会で中華民国に代わり中華人民共和国が国連常任、常任理事国になると。71年、まあ、新しいんですね。で林彪事件と。林彪党副主席クーデターに失敗し逃亡中墜落死と。72年米国のニクソン大統領が中国を訪問。日中国交正常化と。これは田中角栄がやって、でニクソンとキッシンジャーに恨まれたわけですね。それで失脚させられたと。76年毛沢東死亡と。華国鋒総理が国家指導者にと。から4人組を逮捕。文化大革命終結。華国鋒が中国共産党中央委員会に主席に就任と。78年改革開放路線を決定。鄧小平が最高実力者になると。79年米国と国交正常化。米国では台湾関係法が成立。中越戦争、ベトナムがカンボジアに侵攻、人民解放軍がベトナムに侵攻と。で89年天安門事件、民主化を求めるデモ隊に対し軍隊が武力行使と。江沢民が中国共産党総書記に選ばれると。で一番下、1949年毛沢東は中華人民共和国を建国すると。中華人民共和国は原爆を保有すると同時に国内外で紛争動乱を繰り返すと。これがこの表ですね。非常によくまとまってますね、これはね。で、休み明けの9月7日に読むところは、中国経済はバブルに向かって誘導されるということですね。今日読んだところのタイトルだけでもアップしてます。毛沢東が代理人ならいつから中国はロシチャイド。の影響を切ったのでしょうかと。だからおそらく政治的な影響力は非常に強いんですけど、まだ金融支配まで許してないってことじゃないですか。完全に切ることできないですからね。から砂津金さん、小泉純一郎シンクタンクスポンサーは原子力村と。そういうことですよね。それから砂津金さん、最高裁 国民審査丸×三角を取り入れ丸から×を引いた法定得票に達することが審議の条件とすることが必要だと。
ですね。本来そうですよね。丸バツ三角は必要なんですよ。それで、信任されたっていうことは丸が 50% 以上ということじゃないですか。今日読んだところ石井太鼓著クールビズ、クールビズですね。だ今や彼女がやってるのはこの時と全く同じですね。フリップを毎回かざして英語単語を乱発するというのは全然変わってないですよね。要するに中身がないってことですからね。人を煙に巻くと。それから鈴木恵子さんの本、この本どのぐらい出てるんですかね。ぜひ広く読んでもらいたいですね。毛沢東は欧州ロシア時計の手先であると、金をもらってた。そうじゃないと蒋介石に対抗できないでしょ。あれ、これですね。そして今日の第4部ですね。日本と世界の最新情報ということで、新型コロナ感染の最新情報、国内新型コロナ28日の国内感染492名、計66,973と NHK ニュースですね。28日はこれまでのところ全国で492名の感染者の発表があったと。兵庫県で1人の死亡が確認されたと。で、国内で感染が確認された人は空港の検疫などを含め66,261と、クルーズの乗客乗船合わせると66,973と。亡くなった人は国内で感染した人が1,242、クルーズ船の乗客13人合わせて1,265と。から都道府県別で東京都がプラス226で2,322、大阪兵庫はゼロ、プラスゼロで大阪が8,233、神奈川が4,666、次愛知がプラス51で4,422と。から福岡埼玉がプラスゼロで4,347と。から沖縄がプラス43で2056で、やはり多いですね、感染者がね。そして、岩手県は感染者が0で、プラス19ということですね。で、新型コロナウイルスの世界最新情報として死者が826,000人になったということ、 AFP8 月28日、826,512名の死者ですね。そして世界196の 国地域で感染者数が合計で24,229,710人と。そして26日1日で全世界で新たに6,344人の死亡、から感染者が268,230人の新規感染で、死者の増加が幅が多いのがアメリカ1日で1,249人、次いでブラジル1,085人、インド1,023と。で、最も被害が大きいのは米国、これまでに179,743人が死亡、582万人が感染。で、次にブラジル、死者が117,000人、感染が371万。で、次にメキシコ、死者が62,000、感染者が57万。インド、死者が6万
472、感染者が331、から英国死者が41,449、感染者が328,000と、人口10万人当たりの死者数が最も多いのはベルギーの 85.3、 それでペルーが、そうか、今までベルギーだったんですけど、ペルーが10万人当たりの死者数が最も多い国になったんですね。 85.3、 ベルギーは 85.2、 スペイン62、英国61、イタリア59と、から中国本土で発表された死者数は4634、感染者数85,000ということです。そして今日の画像ですけど、これ田中隆作さんが直接捉えた公明党に辞意を伝えるために公明党本部を訪れた安倍ですね。なんか腫れぼったい、目が腫れぼったいと、から力が全然ないというヨレヨレですよね。もうだから本来だったら今日の記者会見というのは、あの体調がこういうことで、まだまだ首相の座で頑張れますんで、頑張りますっていう内容、普通だったら内容なんですけど、全然あれでしょ、もう気力も体力も知力も耐えられないというふうに自分で自覚したから、このように辞意を伝えたんですよね。ということです。砂月さん、小池知事も安倍も磯人維新もただの中身のない出たがり屋と。そうですね。それから西村っていうのも似てますよね。出たがり屋、なんか毎日記者会見してますよね。おしゃべり西村って言われてる。そしてトピックスですね。 NHK の映像付きで安倍首相総理大臣辞任を正式発表、記者会見だと。これ NHK から次に、安倍首相辞任の日に代表は枝野幸男、党名は立憲民主党ということで、田中隆作ジャーナルさんですね。で、で枝野氏のもとに訪れたのが水岡議員と近藤議員ということで、合流新党の代表選に出馬するように促したということですね。で党内、立憲民主党内の最大グループサンクチュアリの会が枝野代表を含む新党、合流新党の代表に推すことを決めたと。そして2人が枝野氏の事務所を訪れたということなんですけど、枝野自身がなんかいまいちはっきりしないんですよね。だから国民的な山本太郎みたいな人気が全然ないんですよね。山本太郎がずっこけたっていうのは非常に大きいですよね。で3つ目、アメリカ黒人銃撃再び争点に浮上、白人少年はデモ隊殺傷の疑いということで、17歳の白人少年がデモ隊に発砲したということで、彼は自警団の一員として武装してたんですよね。だからまさにトランプが狙ってた内戦状態に持ってこようとしてるわけですよ。自警団に対抗して自警団との間で銃撃戦が起こると、内戦状態になると。だから11月の大統領選挙は1年間延期だという、内戦状態を作り出すっていうのがトランプの戦略でしょ。それが現れてきたということですね。それからプーチン、ベラルーシに治安部隊派遣と、混乱が制御不能になればということで、ここまでやるかっていう、まさに以前のソ連と同じですよね。プラハの春とか等々で、ソ連の戦車がプラハの春を叫んだ、プラハ市民を虐殺したんですね。あるいは天安門事件と全く同じで、他国の主権なんか一切関係ないというプーチンの、この本ではロシア
帝国の復活を彼は夢見てるということですよね。から6番目、アマゾンのベソス氏資産 21.5 兆円にと過去最高額を更新ということで、まさにコロナバブルで株が上がったということですよね。21兆5600億円だと、ロシアドの5300兆円と比べればへでもないということでしょう。これが今日のトピックスですね。タイトルだけアップしておきますね。今日の画像か。公明党に辞意を伝えた安倍首相、まぶたは腫れ、全く目に力ないと、田中隆作ジャーナル。だからよっぽどしんどいんですよ彼は。トピックス、 NHK ニュース、安倍辞任の記者会見。なんかすごい短かったですよね、記者会見の映像を見ましたけど、ね、2分ないんじゃないですか。だから耐えられないでしょ。それから田中隆作ジャーナル、代表は枝野、党名は立憲民主党と。それから黒人銃撃、再び争点に浮上、白人少年はデモ隊殺傷の疑いということで、アメリカにはなんか260ぐらいの武装民兵組織があって、みんな武装してるって言うんですよね。恐ろしいですよね。だからアメリカはもう、武器の所有販売禁止にすべきなんですよ。それとそれプラス日本でもそうですけど、市民警察は武装しないと、鉄砲も手錠も警棒も持たないと、丸腰でやると。まあ、かつてのあれですよね、ロンドンの警官っていうのは丸腰だったんですよね、かつては。今は武装してるみたいですけど。からアマゾンのベゾスが資産が膨張したと、 21.5 兆円になったということで、これはコロナバブルで株価が急騰したということですよね。そして今日の重要情報、安倍首相ようやく辞意固めると、体調不良で国政停滞にけじめということが日刊現代ですね。なんかリテラがこれ完全に見通し誤ったですね。リテラなんか体調不良を宣伝にして同情を集めて、政権運営に利用しようとしてたというような論調だったんですけど、完全に見事に外れましたよね。だからリテラも大したことないですよね、こう見てると。ということで今日の放送は終わりです。時間が1時間9分、今日は早いですね、23分。視聴されている方が26名様、全体で93名様、それからコメントが42件とで、たくさんのコメントとたくさんのコンティニューコインとたくさんのギフトいただきました、ありがとうございました。ということで今日金曜日の放送は終わりです。そして来週1週間は夏休みで放送お休みなんで、再開は9月7日月曜日の午後9時半ごろということで、しばらくはお休みさせていただくということで、皆さんもお休みくださいということで、お疲れ様でした。今日の放送これで終わります。
疲れ様でした。良い休暇をということで、ありがとうございます。皆さんも良い休暇をということで、終わりです。